それでは、高校生に向けて制御工学に関しての説明をしていきたいと思います。ここでは、離散時間状態方程式と呼ばれる制御で使われる方式と、等比数列の関係を中心に説明をします。この動画は2回のうちの1回目となります。まず、大学で学ぶ制御工学について説明します。工学系の学部に所属したときに、情報や電気、電子、機械といった分野に進んだ場合に制御工学を学ぶことになります。その制御工学では、伝達関数をベースとした制御と状態方程式をベースとした制御について学びます。私が所属していた阪大の機械では、伝達関数に関する制御が2種類と、状態方程式に関する授業が1種類の計3種類の科目について、授業を受けました。また、熊本大学では、伝達関数、状態方程式、それぞれ、1科目ずつの授業を、行っています。ここでは、微分方程式についての理解が難しいことから、離散時間状態方程式というものを用いて制御工学の説明をしていきたいと思います。これが高校で学ぶ等比数列に関係してきます。そしてこの動画の最終ゴールですが、状態方程式の理解ということになります。この状態方程式というのは、こちらに書かれている式で、後からも同じスライドが出てくることになります。入力を入れて、それに対して制御をし、制御出力をうまく操るというのが制御における目的になりますが、その方程式による表現を表していきます。ここで一つ重要になるのが、時間のパラメータです。グラフの横軸は時間軸として扱うことが制御工学では多いです。そのため、時間を K という記号を使って表記しています。ある時刻 K での値を用いて、次の時刻での状態の変化、状況の変化を調べるという、そういうような対象の表現を行っていきます。そして制御では入力が不可欠で、何らかの制御量を用いて何かを操作します。そして制御出力と呼ばれるものもあります。また、この制御対象の表現に対して、状態フィードバックと呼ばれる制御を説明します。これもゴールの2つ目として表記しています。制御入力 U を状態のに係数のかかったものとして扱うというのが状態フィードバックと呼ばれるものになります。まず最初に制御の例について説明します。制御では、例えばロボットを自在に自動で操ることや、車を自動で運転するといった場面でも制御が必要になってきます。アクセルやブレーキの入力やハンドル角の時間的な変化をうまく調整しないと自動運転はできません。また、エアコンの温度を一定に調節するといった機能も制御がなせる技です。制御によって温度の高い低いを判断し、その判断した値に基づいて出力をどうするかというのを調整しています。で、これらを言葉に言い換えると、ロボットを自在に操るというのは、時間変化する目標値に追従するということ、自動運転するというのは、走行予定の経路に追従するということ、エアコンの温度を一定に調節するというのは、目標温度との差をゼロにするということに相当します。これらを踏まえて、制御における2大目標を、示しておきます。一つは目標値に一致させるということ。
これは目標値との差をゼロとゼロにするという言葉に言い換えることができます。また、外乱の影響を抑制する。これは、部屋の、ドアの開け閉めなどで温度が変化したものに対して、それにの影響を抑制するというのに、まあ、エアコンの場合には言い換えることができますし、車が走行しているときには横風の影響で車体がふらつくのを抑制するといったのも外乱の抑制に対応します。これは、外乱が入っても出力はゼロに保つということに対応しています。ここで等比数列を見ていきましょう。等比数列 AN、公比を R とした場合に、A の N プラス1は A の N かける R という式で表されます。そしてこの等比数列を整理してやりますと、AN は A の初期値と R の N-1 乗というこのような形で書くことができます。これは状態方程式における X の K プラス1イコール AXK というのに似ています。そしてこの R がマイナス1から1の間のどこかの値であれば、これは N を無限大に飛ばしたときのこの値が0に収束するということになります。このことと制御における目標との関係を見てみますと、制御では目標値との差を0にすることや、外乱が入っても出力は0に保つ、といったことが目標でしたが、これに対して公比をマイナス1から1の間に、入れてやると、そういうような R を設定するときに上の2つを達成することに、関連してきます。それでは、等比数列を具体的に見てみます。この R を 0.95 とした場合、R を 0.9 とした場合、R を 0.7 とした場合で、それぞれどのような収束の仕方をするかを見てみます。まず R を 0.95 とした場合です。R を 0.95 とした場合にはこのような時間的な推移で最終的には0に向かっています。次に R を 0.9 にした場合を見ます。R を 0.9 にすると、より早く0に近づいていっていることがわかります。次に R を 0.7 とした場合です。この場合、さらに早く0にいっていることがわかります。このように、同じ0に収束するにしても、その係数の与え方によって、公比の与え方によって、収束の仕方が変わってきます。ここで、外乱がランダムに入るようなケースでも、A を 0.7 とした方が、外乱の抑制性能が高かったりします。ちなみに最後に、この係数にマイナスがついている場合を見せます。係数にマイナスがついている場合には、このような振動的な波形になります。このように、公比の値の与え方で収束の仕方が違うことがわかります。そして先ほど似ているといった状態方程式の表現、これ x と a はそれぞれスカラーの量で、x は時間 k の関数になってますが、これも a を 0.95 にするか 0.9 にするか 0.7 にするかによって、その解の収束の仕方が違ってきます。今回の動画では、入力の項は扱わずに、ダイナミクスのこちらの項について説明しました。次回は、こちらが、ベクトル表現、A が
行列の表現になるところを、今回の動画ではスカラの説明をしましたので、行列ベクトル表現に関する説明をしていきたいと思います。さらに入力の項を用いてフィードバックを行った場合の説明をします。本動画はこれで終わります。